バルデマー一世はデンマーク王。デンマーク二人目の大王。父はユトランド博でデンマーク王エーリック一世の息子クヌーズ・レイバーと母はキエフ大公ムスチスラフ一世の娘インゲボルが、当時のデンマークは大い継承戦争で混乱状態にあり、いとこのスベン三世とまた重帝のクヌーズ5世が内乱を起こしていた。バルデマーはスベン三世について クヌーズ5世をデンマークから追放したが、1154年にクヌーズ5世に寝返り、スベン三世はドイツへ亡命した。1157年にドイツから戻ったスベン三世とは僕、デンマークを三人で統治すると決められたが、スベン三世はロスキレでクヌーズ5世を殺害。バルデマー一世は、側近のアブサロンと共に逃亡した後に軍を率いて、スベン三世を撃破。 スベン三世は逃亡中に殺害されたため、デンマークはバルデマー一世の単独統治となり、内乱は収束した。対外的には神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世に、真珠を誓い、女人権闘争においても皇帝派を支持し、強硬派のルンド大司教、エスキルを降帝した。1165年には独断で、長男、クヌーズを大使とし、1170年にはまた任した。 エスキルに体感させた。また、ロスキレ大司教に就任したアブサロンと協力して、領土全域に城塞を築き、ベンド人の根拠地、流言島を征服した。この時にアブサロンの建設した砦の一つが、現在のコペンハーゲンとなる。1157年、ミンスク公ボロダリの娘ソフィアと結婚。8人の子を設けた。諸子が一人いる。ありがとうございます。